どうもお疲れ様ですす11月8日朝6時の相場解説になります、まあ、お話したように今週はテクニカルがガンガンに効きますので非常に利益が取りやすい週になっております、えー、昨日はね、えー、皆さん気持ちよく利益が取れたと思いますしおとといも落ち着いて相場を見ることができたんじゃないかなと思いますその流れで今日も明日も行きますからね、えー、ま肩に力を抜いてやってみてください さらにその上で、冷やし4時間1時間と、すべての時間軸が上昇トレンドに乗っかっております。ですね、基本的には倍で戦略を取っていけばいいんですけども、同時にロスカットの設定は忘れないでくださいね。えっと、今、上から降りてきた陰線が、あこれサンバガラスになってますけども、でもそこで注意してくださいねと。サンバガラスなんだけども、上昇トレンド中のサンバガラス、しかも移動平均線に ぶつかったんで反転する可能性がありますよってことを話しししたたら反転したわけでしょ、まあ、つまりこの移動平均線とローソク足の関係っていうのは離れるとくっついてくっついたら反発してっていうのを繰り返すっていう性質なんですよね、まあ、それを見ていただくとずっと移動平均線の上にいるわけですから上昇トレンド中つまり倍で入れば まあおかしなことにはならないよと。ただし離れすぎた時、こういったところで倍に入ると、それはちょっとね、えー、反転するリスクが高まりますんで、うん、だからね、なんかその、ちょっとこれを言うと誤解されるかもしれませんけども、こういう風なレンジだと思ったらどうかなと思うんですよ。フラッグみたいな。ね。上に行ったら下に行く、下に行ったら上に行くみたいなのを繰り返して徐々に上がっていくみたいね。こういうイメージ掴んでいただければと思います。で、これが冷やしです。 次4時間なんですけども4時間は <coughs> 長い間争点になっていたんですけども移動平均線をねまたぐがまたがないかってとこだったんですけども勢いよくまたいでくれましたねでここで今陰線となったわけですけどもこれは当然利確が入ったからになったわけですけども移動平均線絡み始めましたんでここから反発が起きて上の方に行くと思っておりますでこの見込みが強いですだから適当なところで倍に入ると反転して上昇するところを取ることができるってことですよね で、それを踏まえて、冷やしと4時間を踏まえて1時間を見ると、1時間は完全に移動平均線の上にいますから、上昇トレンドを今追ってるかなっていうところ。それから、えー、りしてですね。乖りして、これなんだ。乖りしてくっついてきた。青になっちゃった。すいません。で、帰りしてくっついてきた。まさに今、反発して上昇する、 その曲がり花とも言えますんで、すでに倍で入っている方もいると思いますけども、それは選択としては悪くないと思います。で、そうするとね、ここにヘッドショルダーみたいな形が見えかけてるじゃないかっていう人もいると思いますけども、あの、安値県ですからね、今ね。まあ少なくとも高値県ではないでしょう。だからこのヘッドショルダーを持って大きく下落に行くっていうのは考えなくてよろしいかと思います。むしろね、この山とこの山を 高値更新してさらに大きな山に向かっていくって考えた方が自然ですこの上昇中ですからねえそして今日の注意点ですけどもあのどんな時でもリスクはありますだから倍でエントリーすると同時に必ずロスカットラインを設定してロスカットラインを設けてくださいそして設けたら動かさないでくださいロスカットにかかるようだったらもうね素直にロスカットにかかっていただいて計画を練り直す そのためのスイッチにしてください。ロスカットにかかったら気持ちを切り替えるためのスイッチが入ったんだなと思うことです。計画を練り直すってことですよね。さあ、それではちょっと材料を見ていきましょうか。<laughs> まずはニュースですけども、あ原油はいいかなと。バイデンさんがこうか、うん。特にないですね。特にニュースは。はい、次、材料。あないわけなんですけども、火曜日が終わって水曜日。 ね。やっぱり何度見てもないですね。あ、これ、なんか昨日までなかったような気がしたけどパウエルさんの発言が23時15分にありますので、今日の深夜、大きな動きがあるかもしれませんね。ここはちょっと注目しておきましょう。はい。ちょっと見落としてましたね。はい。じゃあ、以上でございます。また、オリガルの皆様は更新をさせていただきます。お疲れ様です。